シュランゲンバートは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区のラインガータウヌス郡に属す、町村である。温泉街道とも呼ばれる、連邦道 B265 線沿いに位置し、州都ビースバーデンの西に直接境を接している。この町は、ヘッセン州で最も古くから知られた、温泉地とされている。シュランゲンバートという名前は、 穏やかな地中海性気候のために町内に生息する、クスシャヘビに由来する。シュランゲンバートの町は、連邦平均を大きく超える131%の購買力を示しており、ニーデルンハウゼンに次いで、ラインガーウヌス郡で2番目に、住民1人あたりの購買力が高い町である。シュランゲンバート地区、すなわちこの町の中心地区は、森の豊かなフォーアータウヌス山地の、 バルマーバッハ川がバルフ川に交流する付近に刻み込まれた谷の斜面、海抜320メートルに位置する湯磁場である。シュランゲンバートは、ビースバーデンから12キロメートル、エルトビレアムラインから7キロメートル、バートシュバルバッハから7キロメートルの距離にある。長く伸びた長域は13キロメートルを超え、そこに地区が、砂上に点在する。東のゲオルゲンボルンから、 中核地区のシュランゲンバート、バムバッハ、ベールシュタットを経て、最も高い地区でるトクアオルトハウゼンフォアヘイに、至り、さらに、グラートバッハタールに入って、オーバーグラートバッハやニーダーグラートバッハを越えて、西のヒンターランツバルトやビスパータールに達する。長域の最高地点は、タウノス・ブンダーラントの近くにあたるホーアー・ブンルツェルの西斜面で、高度は約544メートルである。 最低地点は、シュランゲンバートエイリン所や、ノイミューレ近くのバルフタールにあり、高度は210メートルである。シュランゲンバートは、北は、バートシュバルバッフ派、東はタウヌスシュタイン及びビーズバーデン、南は、エルトビレアムライン及びキートリヒ、西は、エストリヒーコールビンケルと境を接している。シュランゲンは、夜にはかなり冷え込むものの、急激な変化にとぼしい。 穏やかな気候である。その温和な気候は地中海性気候と比較しうる。このこととバルフ川の水温によって全般的な気候の寒冷化後もくすしヘビの群が維持された。このヘビは温暖な時代には中央ヨーロッパ全域に分布していたが現在では地中海地方とチェコ、ポーランド、ドイツの特に暖かい場所だけに生息している。 シュランゲンバートという地名は、クスシヘビが生息していることに由来し、紋章にも冠を被ったヘビが描かれている。年に何度も様々な団体によって、クスシヘビのガイドツアーが開催される。温泉街道、バイパス道路の5本のアンダーパスは、道路管理局の調整措置の一環で、 ダルムシュタット行政管区政府及び自然保護環境会と共同で横断補助通路として設けられた。シュランゲンバートは1694年にバルマーバッハ川川口の高台に温泉として開かれ18、1818年に町となった。この集落の昔の名称にはバルマムルン、アムトマンツァバード、カルルスバード、シュランゲンバット、シュランゲンバットがある。 リーゼロッテフォン、デアップファルツは、シュランゲンボットと何度も書いている。その最初は1699年のイボ妹、イモートアメリーゼアての手紙であった。シュランゲンバートでは、1949年6月15日に、西側の3つの占領地区の首相会議が行われた。ここでは、ドイツ連邦議会の、第1回選挙のための選挙法や、投票日の調整が決定された。 リンソンのゲオルゲンボルーンは1928年にビースバーデンに合併したが1939年4月1日に所属を変えてこれ以後ウンタータウンス軍シュランゲンバートの地区として統合された。ヘッセン州の地域再編の前段階としてまず1971年12月31日にバムバッハがシュランゲンバートに自主的に合併した。 1972年7月1日にベールシュタット、ハウゼンフォア、デアヘイエ、ニーガーグラートバッハ、オーバーグラートバッハがこれに続いた。この町の町議会は25議席で構成される。マルコ・アイリングは2018年10月28日の選挙で56.0%の票を獲得して町長に選出された。この選挙の投票率は70.9%であった。 彼は2019年3月1日に町長に就任した。ヘッセン州では1993年から市町村長は6年ごとに直接選挙で選出される。図柄、緑地。3本の銀色の波帯の上に冠を被り赤い舌を出した S 字型にくねる金色の蛇。この町を象徴する蛇の図柄は、ヘッセン州立浴場入り口の上にその衣装が。 掲げられており、1956年のヘッセンの街の紋章台帳に記載されている。パークホテルシュランゲンバート1907年建造の福音主義クリストス教会は建築家ルートビヒホフマンの代表作の一つである。パークホテルシュランゲンバートの設計はオイゲン・リュック・ガウアーによってなされた。シュランゲンバートのヒストリッシェ・カフェ・アーレ。 シュランゲンの温泉源は17世紀中頃に発見された。1830年にフランシス・ヘッドがバブルス・フロム・ザ・ブルネン・オブ・タウヌスを上司したことで、このタウヌスの温泉はイギリスで知られるようになった。ナッサウによる併合とバブルス上司後の流星期にはエムスやビースバーデンに比べて立地条件の不利はなかった。しかしそれは1845年頃に 郵便馬車の旅がより早く快適で便利な鉄道によって時代遅れになるまでのことであった。1838年には合計1564人の温泉客が訪れたが、1865年にはイギリス人温泉客は約600人に減少した。フランス皇后ウジェニーがたびたび訪れたことで、フランス人客はしばらくの間増加した。ドイツの貴族は 比較的くつろいで休養できるため、シュランゲンバートを好んだ。1931年から屋外温水プールが存在する。健康保険の患者は1950年に初めて温泉に入ることを許された。特徴的なドイツの温泉建築であるヒストリッシェ、カフェ・アーレは19世紀初めから保存されている。現在では9つの源泉が開発されている。 21から摂取32度の温泉がベールシテッターコップ府の南斜面から流出している。リウマチやその他の炎症性疾患の治療が行われている。ギャンブル1709年に初めてイタリア人ピエトロベレーナにカジノの許可が与えられた。これにより設けられた小屋は1721年にマインツのマルティンツェットに譲渡された。18世紀後半には数多くの 小さなカジノが営業しており、この小さな街の温泉客の興味を集めていた。1830年代初めに、シュバルバッハとシュランゲンバートのカジノを借りて、経営していたのは、カッセルのデンプン工場主で、旧廷煙突掃除人の異名を取るフリードリヒ、キューネマンであった。この認可は、バーデンバーデンから追放されたアトアーヌシャベールが1834年から、保持した。 シャベールは1845年にこの権利を放棄し、カジノは閉鎖されることとなった。ありがとうございます。